令和の2年を迎えて、また、節分の日という、この大きな節目という日に、新たな始まり、こと始めを、こちらでさせたことができて、神田明神様との、まあ、ご縁、松井さんとのご縁を通して、今日、冬を迎えしたいと思います。いろんな、物事、いろんなことはじめ、感謝の気持ち、神羅万象、すべての、この聖霊に対しての今日の日を、感謝するという、まあ、そういう思いで、吹かせていただいたわけですけれども、これは、まあ、不思議なことに、水というものに、ご縁がある、とても深い笛です。まあ、この、令和になって、水の力、大自然の力、いろんな思いが、ここに集まってくるといわれている、まあ、松井さんへの、思いと、この世界、地球への思い、それが一つに、ここで結ばれるようにという、感謝の結び開きを、させていただきました。まず雲龍さんは兄弟3人とも親しくさせていただいておりまして、はい、で実を言うと私は音楽とするということはジャズの山内洋介さんともコラボしたことがありますし、それから泉周恵ともやったことはありますね。で実を言うと雲龍さんは僕の作品の前で笛をやっていただいたことはあるんですけど、一緒にやったことは初めてなんですね。今回面白いと思ったのは、例えば洋介さんの場合だったらこう一緒に戦うっていう感じ、それから泉の周恵さんの場合はこう伝統をこう恩じながら、ね、それにこう一緒にこうやるっていうところが、雲龍さんの場合も一緒に宇宙を旅行してたのを感じしましてね、なんかこう地球を飛び出してしまって宇宙を遊泳してるような、そう、なんかこう心よい気持ちで、それだから雲龍さんの筆が笛が、だから僕さっきから筆と笛ということを間違うぐらいにもう筆になってましてね、気持ちよくなんか手が勝手に動いていくんですね。これ私日本で今までやっぱり京都の亀鴨神社とか三千院とか、まあいろんなとこやってます、それから築地本願寺とか、今回この作品はそれを全部まとめた、まあ私に言わせると、昔全ての道はローマに通じる、私は全ての道がこの神田明神の文化交流会に通じるというような、それを感じさせてもらいました。
まず雲龍さんに心より感謝申し上げます。と言いますのは、この神田明神文化交流館の伝統と革新そのものの作品ができました、はい、じゃあそういう意味で、と言いますのはやっぱり東京には東京の音ってありますよね、車とかいろんな音が。でも雲龍さん筆をポッと吹かれた途端にもうそれが消えてしまう、いわゆる雑音が消えてしまって、はい、それも天からの声が聞こえてきたという感じですね。だから本当にもうなんか大自然の中で筆を持たせていただいたという感じです。それで感謝を申し上げます。厳しい批評をよろしくお願いします。いやいや、批評というよりは、初めて松井さんにお会いした、それで初めてパリの時のアトリエにお邪魔して、その、パリでのこの光のもと、ずっとこう記されていることを、思い出しながら、今日ここで聞かせてもらえたんですけど、その時には、今日のこの日が来るとは想像もできなかったというか、まだ私はこう人前で笛を吹くということではなかったんですけれども、だから松井さんにお会いしたことが今の僕の笛人生の幕を開けてくれたのは実は松井さんなんですね。だからそういう思いが、この令和の時代になって初めてご一緒するというきっかけをいただけた、それが本当に、嬉しかったです。この作品がこれから後世に残っていろんな方々がご覧になった時にそういう光とか思いとかまたこの響きとかいろんなものがこの場のこの空気が一緒になってここに一体となるんだと、それが本当に今から生き続けられるこれから先へとつながっていくような、で私がやっぱりもうパリに3年、コルシカ島に22年、もう半世紀過ぎましたね。でやっぱり最近もう年齢もまだ80になっておりませんけども、このようにお互いに元気でね、もうこう再会できたってのも何でも嬉しいですけど、再再会ですよね、嬉しいということと、それとやっぱり今日ね、新たに書き続ける理由は何だろうなと思ったんですね、この文化交流館、神田明神文化交流館ということもありますけども、やっぱり将来は作品が国宝になり世界遺産になる、そういう作品を書いていこうと。だから今日からまた新たに新人画家として頑張っていくと思いますので、これからも時間があったらまた上で協力してください。それが世界に目指す2人の傑作になっていくと、それを期待しておりますので、よろしくお願いします。